さあ睡魔との戦いの火蓋が切って落とされました。2年3組古川かなり眠そうですね。一方1年2組池間、こちらはすでにあくびしています。両者眠気にどう対峙するのか。体育の授業が終わり古典の授業、かなり難しい展開が予想されますね。早速動きがありました。古川手のひらを押していますね。あ、眠気に効くツボですね。ただ場所が違います。これだと意味がない。一方池間、ボールペンで手の甲を刺激していますよ。痛みで眠気をごまかしてるんですね。次はほっぺたに洗濯バサミ。こちらも痛みでごまかし始めましたね。かなり痛がっている。でもまた眠い。おっと池間、大胆に唐辛子にかぶりついた。辛さで顔が歪んでいます。女子高生とは思えない表情ですね。おっとコメントも辛口。今度は目が描かれたアイマスクをしていますね。これはもう開き直って寝ようとしていますね。眠いなら寝ればいい。まさに逆転の発想、頭脳プレーだ。あれ池間、黒板をまっすぐ見て真面目に授業を受けていますね。いや横から見てください。寝ている。等身大パネルを目の前に置いて景色と同化させています。おい古川。すいません。池間さん、すいません。おっと注意された。万策尽きたか。二人とももう意識は風前の灯火、ダウン寸前だ。やる気もすでにだいぶダウンしてますね。ここで池間、スクールバッグから何か取り出しましたね。これはシーブリーズですね。池間ついにやりました。爽快感ですっきりしましたね。あー一方古川、深い眠りにつきましたね。眠い時にもスーッと爽快、瞬間シャキーン、シーブリーズ。